宇宙歴0094、過去の栄光を求め11人の仲間たちは冒険の旅に出た。またして全宇宙を巻き込む大戦が始まったのである。この戦いで全宇宙は総人口の半分を死に至らしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは宇宙に散った。あれから一年、再び大いなる冒険の旅が始まろうとしている。幻のたこ焼きを求めてパロディウス軍団が今旅立つ。同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なんでてね。実況おしゃべりパロディウス。女子高生の皆さん、お待たせしました。実況のタコだよ。張り切っていってみよう。いいよ、下からやってきました。ナイスですね。上からやってきました。アペルだよ。素晴らしいテクニックだよ。下からやってきました。ナイスですね。出ました、メガホン攻撃。全滅です。それ、もうちょっと。もらって何か。ブイラほっしゃっしゃ。あー、ベルだよ。青カプセル出ました。ピッタッチョイド。あー、ベルだよ。もういっちょ。うまい。青カボテル出ました。やるね。出ました、メガホン攻撃。旧暦0094、過去の栄光を求め11人の仲間たちは冒険の旅に出た。またして全宇宙を巻き込む大戦が始まったのである。この戦いで全宇宙は総人口の半分を死に至らしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは宇宙に散った。あれから一年、再び大いなる冒険の旅が始まろうとしている。
幻のたこ焼きを求めてパロディウス軍団が今旅立つ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なげてね。実況おしゃべりパロディウス。過去の栄光を求め11人の仲間たちが冒険の旅に出た。またして全宇宙を巻き込む大戦が始まったのです。この戦いで全宇宙は総人口の半分を死に抱きしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは今旅立つ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なげてね。実況おしゃべりパロディウス。ちょっとだけよ。あんたも好きね。綺麗だな。それ、もうちょっと。パーフェクトだよ。爆弾なのよ。
きます。0094過去の栄光を求め、11人の仲間たちは冒険の旅に出た。またして全宇宙を巻き込む大戦が始まったのです。この戦いで全宇宙は総人口の半分を死に至らしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは軍団が今旅立つ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なんでてね。実況おしゃべりパラディウス。過去の栄光を求め、11人の仲間たちは冒険の旅に出た。またして全宇宙を巻き込む大戦が始まったのです。この戦いで全宇宙は総人口の半分を死に至らしめた。彼らは自らの行為に恐怖した。戦争も最終局面に入り、ついに彼らは
幻のたこ焼きを求めてパロディウス軍団が今旅立つ。人はまた同じ過ちを繰り返そうとしているのか。なげてね。実況おしゃべりパロディウス。